どうもお疲れ様です姫大学のの特別講義の時間でございます、えー。今回はですね、お金のループというお話をナミさんの方から頂きましたんで、私もね、螺旋階段をイメージしたお金のこのループに関してね、ちょっとお話ししようと思うんですよ。うーん、まあ,あの、ネットビジネスと言われるね、費用のかからないビジネス、起業する際に、もちろん最初はお金をかけずにやっていくわけなんですけども、その、ね、ループがね、こういうふうに回ってると考えてみてください。 えー、例えば、まあ、ブログでいいですよブログをこう書きますよねツイッターでも何でもいいんですけども無料ですよねブログ書くのって中には有料のもありますけどもでもまあ基本的には無料でブログって書くことができて情報発信がそこからできると思うんですよでその中で何らかの方法で少しね収益を得ることができたらその得た収益によって有料の何がしかのツールを使ったりとかね有料の広告を出したりとかってことができるわけなんですよ そうすると、ぐるっとね、最終回ってたはずのものが、無料で回ってたものが、多少お金をかけることができる。例えば、月に3000円かけることができるようになったら、ちょっと上に上がったようなね、ループに上がってくるわけなんですよ。螺旋階段みたいなんですよね。で、今度は3000円を使った世界では、 今度5000円を狙えるようになっていくわけなんですよね。で、えー、頑張っていくと5000円のループの方に乗っていくということで少しずつ螺旋がこうやって上がっていくようなイメージですよね。で、中には毎月維持費を3万円かけるようなブログの書き方がある。3万円というと、例えば拡散するための広告を出すために費用がいくらとかね。 で、ブログをもっと見早くするための、まあ、いろんな有料の情報を買ってきたりとか、有料の画像を買ってきたりとかっていうのもできます。そうするとね、有料を使ってる人と、有料が使えない人との差で、えー、差が生まれてきますよね、やっぱりね。もしかしたら手間がかからないから、時間がものすごくオミットされるかもしれませんし、無料でやる限りは時間をたくさんかけるのかもしれません。まあ、主にはアクセスですよね。 まあ、例えば私も YouTube 量産してますけども、これはね、広告費を払わないために量産をしてるっていう部分もあるわけですよ。で、そうなると、広告を、ドーンとね、広告費をかけて YouTube 広告とか出すと、一つの動画の拡散力っていうのは確かに上がるんですけども、コストがかかりますよね。で、私はコストをかけずにたくさん作るっていう、つまり時間をかけてるわけなんですよ。で、どっかで私がね、時間をかけたくないなと思ったら、もしかしたら広告を出すかもしれません。そうすると、毎月広告費に3万円かけられる人と、あとね、 全然お金がかけられない人とそこに、まあ、お金はかけるんだけども時間がかからないよっていうふうなパターンとお金はかけないんだけども時間,、うん、時間をかけてますよってパターンができていてもちろん、えー、使う時間が少なければその他のこと例えばブログの取材ができたりとかね他の人のブログを見て検討したりとかっていう新しい生産する時間が生まれると思うんですよそうやってだん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 ね差ができていくとで永遠とお金もお稼げないし お金もかけないっていう人は一番最初のループでぐるぐる回っちゃってなかなか苦しい思いをされるのかなそっから抜け出せないってことがあると思うんですよまあですんでねあのずっとその稼ぎない連鎖大変な思いをする連鎖を抜けようと思ったらどっかでお金をかけて一段上二段上を目指していくかお金かけないんだけどもものすごく量をすることによってお金をかけたと同じような効果を出せるレベルまで頑張って、えー、数をこなしていくってことになるのかなと思いますまあやっぱりね私も10年やっていて思うんですけども うん、お金をかけた方が簡単な瞬間でパソコンの処理速度なんていうのはやっぱりお金がかかるわけじゃないですかでも量産するためにも性能の良い動画をあのパソコンを作った方がいいパソコンを使った方がいいっていうのは、うん、まあはっきりしますんでね、うん、やっぱ同じ材料が与えられていたら大体同じような結果になりますけどもまあでもね、えー、知恵や時間をかけることによってお金をかけずとも 次の段階に進むことができますし、知恵やお金をかけたくないんだったら、あ知恵か、知恵と時間をかけたくないんだったら、お金をかけることによってね、えー、労力を削ってですね、えー、節約して、えー、次のステージに進むことができるのかなと思っています。結局は、お金をかけるんですか、知恵を出すんですか、時間をかけるんですかっていう,ふうな選択になってるのかなと思いますね。はい、じゃあ今回は以上にしておきましょうか。はい、ご覧いただきまして、ありがとうございました。ぐるぐるとね、 スパイラル上がっていきたいですね